さーて、どこに飛んだでしょうか。はい、こんにちは、ブルーホースです。ということで、早速ですが、わー、落ちるところだった。よいしょ、ほい。あれ？どういった？崖の上のポニョ。ということで、今回はですね、はい、ご覧の通り、イカアナ渓谷続きからやっていこうかと思います。ちなみに、これさ、また復活してるわけじゃん。いいのかな？もう一回沈めた方がいいのかな？水をお流しにした方がいいんであれば、早速、ちょっと、奴らの魂を沈めに行こうかなと思うんだけど。たたたたたたた。ほら、ど田舎さんに会いに行かなきゃいけないじゃないですか。ね。なんか、名字みたいになってるけど、ど田舎さんって。まあ、いいじゃないですか。ね。イゴースドイカーナ、すごいど田舎、どんな田舎なんだろうなと思って。多分集落の一軒家で、あ、じゃあ待てか。そう、集落の一軒家でさ、橋一本だけがさ、そこの村に行くことのできるような場所でさ、で、住んでるのがおじいちゃん一人みたいなね。で、そういうところに我々の税金が支払われててさ、もうさ、そこにどうしても住みたいんだってかさ、住まざるを得ない理由があるんだっていうんだったらさ、自分の年金とさ、資産を払ってそうやってくれっていう話なんですよ。なんで我々若者にそのツケを払わされるんだっていう話なんです。だから、将来的に、二人で一人の老人を支えなきゃいけないとかさ、あれですよ、おんぶ型になるんですよ。一人が一人を支えなきゃいけないみたいになるんですよ。ちょ、間違えた。ごちゃごちゃ言ってないで癒されなさいよ、本当にもう。雨やられ、ふれ、はいはい、おしまいです、です。あ、でも、これあれか、あんま関係ないか、別に。いかがに行くのか、あ、関係なかったかもしれない。ごめんね。うん。とりあえず、普通に進めていって、で、まあ、この、あれだね、イカアナ渓谷をうん、気持ち悪い。クリアすることができたら、とりあえず、なんだっけ、全部の、亡骸をゲットしたっていうことになりますんで、そしたら残りのね、お面を取りに行くサブクエをやっていこうかなと思いますわ。はい。ちゃちゃー、ちゃ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 ー。人生おわた祭りー。これなんでこうやって呪われたのかな？いまいちね、こう、呪われてしまった本当の理由っていうのがね、ちょっと分かってないというか、計り知れてないというか、なんでなのかっていうのがね、ちょっとご存知の方がいたらぜひですね、なんだっけ、あれやってほしい、コメント残してくれると嬉しいです。あとさ、ムジラの仮面とかが終わった後にさ、こういうゲームやってほしいっていうね、リクエストがあればぜひね、言ってほしいんだけど、先に言っとくと、ティアキンとかさ、ブレスオブザワイルド、あれはやんない。あれやり始めたら、もう一生無限に終わんない気がする。あ、ちょっと待って、結構お尻の割れ目はっきりくっきりしてるのよ。で、終わった後の前からもうなんか地面に足めり込んでるけど。ねえ。ということで、はい、万歳！オタクダンス今から始めまーす！埋まっていきます！こいつらが埋まっていくのもよくわかんないよね。ルイージーの曲を聴いてマリオがやられたーって沈んでいくっていうのはわかるけどさ。なんであれなんだろうね。こいつらまでがこう沈んでいくのかっていうのはちょっとよくわかんないですね。まあ、いや。カチャッ。まあ、ここがカチャッと開いたところでね、俺がギブドですって言って、フラットよーって。で、死者を恐れるものにはめっちゃ怖いです。死者めっちゃ怖いわ。お化けより死者の方が怖いもん。やっぱり、死者を目の当たりにするとさ、自分がまあ、いずれこうなるからなっていうことでね、やっぱ、僕も死にたくないからさ、できれば一生生きてたいというか、まあ、もういいかなっていうくらいまで生きていたいけどさ、人生たかだかさ、80年とか90年とかの時代じゃないですか、まあ、100年時代とか言われてるけど、一応なんか92年生まれ？1992年生まれの人は、なんか、なんだっけ？あ、こっちじゃないわ。あれどこ行ったらいいんだっけ？一応なんか寿命がね、なんか平均で108歳に、まあ、100歳を超え始める頃で、で、今の2007年生まれくらいの子で、なんか108歳を超えて、なんかそれが一応生物学上のマックスくらいになるんじゃないかみたいな言われたりとかしてるけど、あ、もうこれなんかできてる。あ、いた。太陽さんさんさん太陽で、こっちから入ってってもありなんだよね。そうだね、ここが登ってきて、ここはガタ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 って開けれないから、これ正面から入ってきて、何うるさいわね。先に言っとくよ。今回ね、物資があまりないの。物資があまりない中でね、頑張ろうとしたら、何？
なんか目に見えないけど先を感じるのはあんた隠れ、あー、ガロですね。もう別にいいですよ。あいつは一回も戦わないまま終わりますよ。さっきがピュンピュンピュン飛びまくってんな。ここに、水出したのにさ、ここに水が発射してくれないんだね。ほっ、なんだよ。なんだ、死者の町だから死者のなんかでも出すのかと思ったら全然出してくれないじゃないの。ほい。ということで、ほいっと。イカナ城でしょ。おお、子供だからこんな隙間を向ける。多分大人リンクだったら走れないっていうか、ここを走る意味もない、そもそも。ということで、こっち入ってって、早速ですが、イカナ城にお邪魔しまーす。大体無敵ですね。ちょっと待ってください、ごちそうさまでした。違う、お邪魔しましただ。なんだごちそうさまでしたって。ちょびっくりした。ほい、はいはいはい、ほんとマジでお前ら何やってんのって話なんだけど。え、いや、こんな怖いバレリーナなんかいないよ、普通。で、これあれか、まずは矢をぶちら、シャトーロマーニ、最初の晩10時になったら取りに行くか。怖いや。これをガチャンとするととか待ってね、マジで覚えてない、イカアナ王とか。イカアナ王マジで覚えてないからな。魔法がなくなったら、これあっち行かない。とりあえず、おうおうおお、進み方が斬新。おお、なんかいるねー。ほっ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 。でやーでやー。まだいる？ああ、終わった終わった終わった。ちょっと待って、もう怖い声がいっぱいしてるんだけど、うごうごう言うてないで、これ？ん？ああ。え？無理じゃん、これ。残念でした。また聞いてね。うるるるるる。こっちじゃなかったのね。これ、開けっぱになってくれるのね。あえ、あえ、踊って踊って、魔力がなくなったら貴様らをぶちのめします。これでもさ、リーレットってさ、ほら、仲間意識が強い敵ってじゃん。これ、誰か一匹殺したらさ、なんか、襲ってくんのかな？あ、やっぱお前敵だったじゃんって、お面なんかじゃ騙されねえぞ、つって。全然踊ってるわ。踊りの方が優先なんだ。どんだけすごいあれなんだねえ。しかも攻撃されても踊ってくれる。この死体が残るっていうのがまたちょっと怖いよね。さっきからずっと青青青青。なんだ、登れない。これあれか、パキーンってやったら、あ、違う上登るんだろ、これ。パラパラパン。おお、そういうことか。やばい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 。ちょっと待って。よいしょ。何やってんの？よし。よし、よし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 。オッケー。うぅー。怖っ。そういうこと、そういうこと。びっくりした。なんかあのまま潰されて終わんなかと思った。さあ、落ちこい、落ちこい、落ちこい。ドフ。オッケー。発射。チュ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 。おおお。ああ、これはあれなんだね。普通に行けるんですね。で、これこっちピョって飛んでって大丈夫？帰るときもこれ、ああ、あれか。これじゃああれだね。ゴロンとかで一気にゴロンゴのゴロンゴのした方がいいやー。これやだなぁ。これさ、確かさ、これとかで撃ってさ、なんかパコーンって。あ、無理か。いるし。抜け。もうちょっと行きたい。オーケー、うまい。さあ、ぐる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 。やめた。ちょっと待って。もうここまで武器を手に入れた俺は強いんですよ。はっはっは。おめえなんでじゃないと殺されなかった。なんでそんな強くなってんの。昔はフックショットでも貫かれるほどのさ、面の薄さだったのによ。ほんとに。くる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 。めっちゃ妖精出てくる。そんなに俺が死ぬと思ってんの。ああ、その通りですよ。よいしょ。じゃーなっちゃっちゃーん。ああ、一匹、お前、俺のこと懐いてくれてるのにありがとう。好き。で、もう一匹も、なんか、あっち、中途半端な子向いてますね。
ちなみにこ、どう言ったらいいか、これは。あっちでいいのかな？あっち行ってでも。そうだよね。ああ、なるほどね。で、間違えた。ああ、このお面の付け替えとかっていうのがね、やっぱね、ちょっとずつね、難易度高めてってるよね。よいしょ、オッケー。ちょ、何回ウサギの仮面をハメハメする気だ。オッケー。ああ、いてねえし！あれ？どこ？どこよ？開いてない。上？ひら。ああ、そうだよ。朝日が昇る。音楽がなんかまた一からになってる。ちょっと待って、わからん。なんで。ちこんなところ転がってみんや。秒で終わるぞ。下かな？でも下にそれっぽいのもないしな、爆弾なぜか落ちてるし。あー拾いたい爆弾、ありがとう。あ、ちょっと待って、でもさ、食らったけどさ、ハート減ってない。へえ。で、ちょっと待ってね、こっち打ち込んで、こっちも打ち込んで、すごいところで消えんな。違う。待って。お前か？いや、でもそんなことない。あれ？ちょっと待って。このなんか、あのトゲトゲ爆弾も気になるんだけど。あったあー、こんなところで降りちゃったよ。どうしよう。これいけるか。あ、全然余裕だったわ。ってことは、こっち行って、もう、おめえたちをくぐり抜けていけってか？なんとまあ、ハードルの高いことでしょう。全然高くなかったわ、ハードル。よし、じゃあくぐり、ちょ、その微調整やめて。むずいんだって。やめとこう。なんか一気にいけるかなと思ったけど、そんなことは多分ないんだろうな。よいしょ、ほい。で、スイッチを踏んだら、何が起こる？パラパパパン。どうやって戻るんだよ。これでいける？よし。と！おー、すげえ！さすがリンク様でございます。ピン！すごい週ございました。あなたのことは永遠に食べ続けるでございます。ここで別に降りなくてもなんか一気に行けたかもしれないね。ほいっと、よっしゃー。じゃあくるくる。わー、呪われてしまったよー。最低。呪われた時は雨の力で溶かしましょう。うわぁ、もう一匹、もう一匹。あの子どっか階段を登っていくことで、めちゃくちゃハートくれるやん、こいつら。さすが、ちょっとめんどくさいことをさせるだけの敵はあるよね。ということで、こっちに戻ってきて、お邪魔しまーす。何？もう分かったよ。もう一回くらい戦ってあげようよ。ほい。出てきた！シャンプー！さあ、おい見て！ああ、親方様なんだ。貴様、何やつ？チキン！ちょっと待って。何？シャイーン！ウェー！弱っ！お前、そんなんだから王国元守れねえんだぜ。敵ながら見事にやった最後に殺して、このいかな城の王を沈め、光様たげる者を焼き払い、聖なる光、信じる信じないお前次第、死して屍に残すまで。あれ？あれ、こいつ爆弾でどっか飛んでくんじゃなかったっけ？飛ばないんか。あれ、ちょっとなんか、すごい、割れ目が。いや、でもこれはあれだな。違うな。よし。で、こっち登って、こっちも登って。なるほど、しんのすけやな。ちょっと待って、その前にあいつがうざそう。一発一中！うまーい！これ怖いか。あ、でも、これこうしとかないとあれか。で、ちょっと待ってね。で、これをすぐ変えれるように、と。で、これまさかだけどさ、こう戻れなくなるとかってパターン？また下に戻ってこなきゃいけないパターン？ほ、
オッケー上手ー、うまいと書いて上手ー、サーメライドー、危ない、ちょ待って、これ戻らなきゃいけないパターンじゃん。これなんかついてきてるし。チャラチャラチャチャー、あと一つ、オッケー、危ねえ。うぅ、走る、それじゃ無理だよね。わー、これさすがに無理だよな。ほっですよねー。はい、了解です。じゃあ、またここに戻ってくるまで一旦ちょっとカットしようか。まあ、戻るシーンまでやったらね、収録時間が。はい。じゃあ、ちょっと少々お待ちくれ、危ねえ。少々お待ちを。ここに戻ってまいりました。なんか、戻ってるところもあれば、そうじゃないところもあったりとかって結構めんどくさかったですね、戻ってくるのにですね。ということで、そんなことはどうでもいいんざますけど、これはどうしたらいいんだ？こっち、壁伝いに行くぜ！これ？あー、なるほどね。危ない危ない危ない。安全に行くならこうだよ。安全パイ、おっぱいに行くならこうだよな。ちゃ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 。9万。で、これでスイッチボコンと踏むと、どんなあれなんですかね、仕組みなのか全く分からんけど、ほっ、はい、再びカッツ、戻っ、ああもうグエーで、なぜかここのですねスイッチに関してはもう一回押し直さなくて済んだんだけど、どうやってこれ戻ったらいいんだ。あ、これあれもしかして光が差し込んでるっていう話か？だって向こう側からじゃいけないもんね。これ、ゾーラになれば飛び越えられるとかで、そういう壁でもないと。あ、じゃあ飛び降りたのはある意味正解？と捉えてよろしい？ぽいな。ちょっとごめん、これじゃあ試すわ。こっち？ちょ。じゃあ、あなたは今不要で、ちょっとダンスさせます。あ、わ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 、なんかすごい、すごい。お、乱れキッズになってる。お乱れキッズのお乳をスイスイ。泳げ。こいつら魔法出さなくなったんだね。ケチ臭いわ。で、どうせまた復活。あ、やっぱそうだ。ってことは。一撃必殺。すごいのがいる。こん中にいたらこいつら襲ってこない、もしかして。がっつり襲ってきたわー、全然襲ってきたわ、あと思ったらあれだったね、全然襲ってこなくなったな。ちょっと待ってね、で奥はこれちなみに、あ、届かないのか、どういう状態。芸術点は満点、でも統一性はマイナスですね。あ、統一性満点ですね。オーケー。じゃあこっち行く。聞いてない。なんでこのところにマグゴナガル先生出てくるの？ちょっと待って。マグゴナガルは聞いてなかったな。マジか、マグ。ちゃ。マーグが出てくるとは思わなかったな。オッケー、いいだろう。よし、やってやろうじゃねえか。はぁ、オッケー、マーグを流る、カッチカチー。あれでも4つしかない。はい、マーグを流るがカッチカチのチー。あー、打てた、分身の術。でもここにいたら分身できないじゃねえか。ですよね。はい、やっち。あっちチーが来るかと思ったら違った。近い。あっちチーのチー。取れた。あれだ。はーい、吹きかぶってお疲れ様でございました。よし、こっちにしておきましょう。ょっと。まさかのここでマグゴナガル先生、ネズミになるの術だったとは思わなかったな。じゃあ、猫か。え、なんもないの？ご褒美ゼロ。
うわー、マジで邪魔だったわー。おお、びっくりした、よかった。こんなところでまさかのお出迎えがあると思ってなかった。本当お前ら、そんなさ、もう壁一つにダンスって踊ってるから国滅ぶんだぜ。もっと仲間思いなんでよ、仲間切られてんだからさ。こんな仮面かぶった怪しいやつがさ、グサグサ、ちょっと、あれ、こんなに、イゴースドイカーナじゃ、まあ、お城だもんね。全然お城っぽくないけど、お城でなんか、あの、よくわかんない銀のやつがぶら下がってるしてて、なんでってなるもんね。ぐる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 。で、これ落ちると、さっきのね、光さすところになるんだよね。で、で、ここには、こいつと、こいつ。はい、ちゃんとあの、調達してきてますからね。で、こうしといて、あー、ほんであれか。あの、真ん中に光、天高く光さすってなるから、ほい。で、真ん中に抜けていきましょうということですね。これで、でも光が差し込んだらリーデットたちどうなっちゃうの？溶けない？大丈夫？こんなんで普通に光が差すってなんか面白いよね。あ、やっぱそうなんだ。なんかごめんね。なんかごめんね。ただの金づるじゃん、お前ら。よし、オッケー、一瞬ちょっと、なんか、顔がふわっていうか、怖っ。取ってもないのになんか、普通に、マップとなんだっけ、コンパスが手に入っているっていうのが面白いよね。よし、オッケー、オッケー。で、はい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 。あれでも光のやつどこで手に入った？じゃ光刺すだから光の矢はまた別なのか。じゃあ、ちょっと待ってね。ちょっと最強の武器を揃えていかなきゃいけないから、これとですね。これですね。OK。あ。暗黒の地、ガーナに忌まわしき光を持ち込む不届き者よ。怖いからカーテン閉めましょう。お前が導く光の前に我がしもべはなすすべもなく倒れた。まあ、80歳を超えたおばあちゃんじゃ無理だろうね。いつの間にやられたのか。出た、ジャイアント、スネオたち。真ん中にいるのが伸びたくんだな。真の暗黒がどのようなものか。確かめるがよい。チャラ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 。うわぁ。ちょっともうこいつら楽しんでるのにちょっとね。うおぉ、ふぃー。うわぁ。単純に太陽の光が怖いってもうね、この中にいたらこいつら襲ってこないんだろ？ほら、逃げてんじゃん。ずっといたらもう勝ちなんじゃないか？で、さらに、うごーなにー、王様、そんなところで想定で自らかかってこいよ。あ、おいでおいでおいで。はい、ということで、行きましょうか。ちゃっちゃらっちゃちゃ。まあ、やっぱゼルダの伝説といったら、無邪の仮面といったらこれだよね。おめん、一つに騙されてこんなことをやってるようじゃさ。そりゃ、悪に、そのまま防御しないで聞いてよね。奴らの王局に苦手なものが見えてきたわ。あ、いた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 、あ、騙されねえってか？パッパパッパパーパー。もう一人は？はい。これを見てる王様どんな気分なんだろうね。さあ、ということで、遠慮なく行きましょうか。おい。よいしょ。わあ、うちまた？もう一人の子は？わう。ほい。あ、クラウンかよ。あ、ちょっと待って。え、弱っ？あ、そういうことか、そういうことか。あ、溶けてなくなっちゃったよ。死ぬねよ。あ、ちょっと。おお。ちょっと待って、こいつら防御力マジでカスだぞ。あ、ちょっと待って。いやあ、しもべたちよー。ちょっと待って。あ、自分からあれ何、重さを稼いスタイル、稼いしていくスタイル基本通り。え、うまく使う。今度のあの二人と格が違うわ。格が違うだと、そんなバカな格が違うだなんて、うおー、そんなお前には。おお、聞いた隊長ではないか。にしては、
ちいせー。もう、私としてはもうすぐ騙されるところであった。まあ、お面一つで騙されるようなね、王様だから滅びるんだけど。なんとで、守れない。もう、剣が何なのかっての教えてやろうか。なんでそんな内股なんだよ。逃げてんじゃん。全然攻撃しこねえし。ということで、どうせまた毒斬り入ってくるんだろう。ちゃうな。あいつ、頭外そうとしてんな。なんて野郎だ。これ頭外してくんだよ。どうしよう。この頭どうしよう。ああ、さすが頭ですね。こいつもなんか踊ったら面白いよね。光の中にいるけど大丈夫。バカじゃん。自ら光の中にいるじゃん。バカだろ、もう。はい、オッケー。だって国を守りたいっつって、ああ、なんか出てきた。あれ？お首だけ？スネ夫？ジャイアン？ダメにしろ、撃てろ。待てー、出る？ちゃちゃま。てめえ、お前がヘマだからだ。お前の選手は俺の選手だ。何も言ってみろ。ヘマ。ヘマ、ボヘミアン。もういいな、イカの王国一の剣の使ってると言われた俺この俺の勝手。イカの王国一の剣の使ってお前が。ごめん、声の使い分けができてないな。抜け。この場で？え？この場で抜くの？どうやって？あ、剣ですね。ああ、でも、あれですか、股関ソードってやつですかね。どうやったらいいのか、バックパック。要するにか、このバカ者。お前たちはまだわからんのか。王国が滅びて我らがこんな姿になってしまったのは、このような小さな争いの積み重ねが原因だったのではないか。しょぼくない？そんな原因で潰れるって。終わってんなぁ。仲間を信じ、それに応え失敗を許す。そんな気持ちが我々の心から消えたの。何者かによって、あのロックビルの扉が開け離れた時から。闇に光をもたらす者よ。私は、イカーナ王国の、すごいと田舎。お前のもたらした光によって我々にかけられて呪縛は解けた。この地に真の光を取り戻すには暗黒の風が吹き出すロックビルの扉を封印しなければならんのだ。だがロックビルは我が国で数百の兵を背負わせなかった難攻不落の場所。距離で挑むには無謀すぎる。そこでだ。お前に神殿の闇に惑わされぬ心を持たぬ兵を授けよう。心持たないから滅びたんじゃねえか？やっぱやられたから、こうね、仲間を、取り返してやるみたいな、そういう気概とかがないとさ、まあね、まあ、心ない方がいいのかもしれない。やばい、リンクの心が抜けていって。中国製リンク。ちょっと残すことができませんよっていうことで、はい。心を持たぬ兵、すなわち自らの抜け殻を生み出すことができるのだ。これを見てどう思うんだ。我が奥に真の光を。てか、ツインモルドがさ、敵なわけじゃないですか。しかもこいつ動かせねえんだよなぁ、本当に。どう？似てる？左のがイケメンだよ。はい、ということで、一旦ですね、ここで終了とさせていただこうかなというふうに思います。こちら、最後までですね、動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ということで、ロックビルの呪いを解けということなんですけれども、ね、数百の兵を持ってしてですね、たかだか2匹の虫も勝つことができなかったということで、はい、すごい残念な、王国なんですけれども、まあ、助けてと言われたら、助けなきゃいけないかなというふうに思いますんで、助けていきましょうよ。ということで、一旦ですね、この辺りで終了とさせていただきたいというふうに思います。チャンネル登録ボタン、グッドボタン、よろしく。ではまた、バイバイ。